はい、めげくんです、今回は、オートモビリスタ2の画面設定についてちょっと疑問に思ったことがあったんで試してみたいと思います。まあ、これね、今前回走ったニュルブルクリンクなんですけども、このリプレイ動画、ここら辺、このマウスのあたり、ここら辺がちょうど画面の境なんですけど、正面のモニターから出るとなんか間延びした映像になっちゃうんですよね。どんな感じかっていうと、まあここら辺ですね、これ車両がね、なんかでっかくなっちゃうんですよね。ちょっと最初から行ってみましょう。ちょっと分かりやすいところ、もうちょっとですかね。ここ分かりやすいですかね。ここら辺正面のモニターなんですね。このぐらいのサイズが普通なんですけど、これ左側のモニターの車両で、明らかにここと比べて、2倍3倍ぐらいの大きさになってるんですね。もっと分かりやすいところありますかね。はっきり言ってね、設定間違えてるんですよね、これね。全然メイ君気づかなかったんですけど、他のゲームとどうもこのアングルの調整が違うみたいなんですよね。ここ分かりやすいですね。このポルシェ、明らかにでっかくなってますよね。で、ここマクラーレン、この、ここが境なんですね。この右側、みんなこの3台、でっかくなっちゃってますよね。本来の車両はこのサイズなんですけど、これですからね、こんな笑っちゃう車両になっちゃってるんですけど、これはね、リプレイの時はこうすごく違和感感じてたんですけど、普通にレースする時はここまでひどくなかったんですよ。ちょっとね、他の動画でちょっと実際の、走行でちょっと見ていきますね。マクラーレン720S で、コースはスパですね。まあ、これで、コクピット視点で見るとあんまり気にならないですよね。ちょっとこれマウス出てこないんで分かりにくいですけど、右側はこのバックモニターの、ちょうど右端が、正面のモニターと右側のモニターの境ですね。で、左側は、ちょうど A ピラーの真ん中あたりが境なんですけど、まあ、この状態で見るとなんとなく普通に見えるんですよね。なんでメイ君もずっとこのまんまの設定で乗ってたんですけど、リプレイにするとおかしかったんですよね。編集してる時に、なんでこの正面のモニターから外れると車急にでかくなっちゃうんだろうなってずっと思ってたんですよ。こうやって走行してるときは、まあ、大して違和感なかったんですよね。でも、実はね、これがもうそもそもの間違いだったっていうことにようやく気づきました。ということでね、設定に入ってみたいと思いますね。これ、一回抜けますね、走行からね。ここもこれで、まあ、オプションの中からこうトリプルスクリーンで選ぶと、まあ、トリプルスクリーン、オートモビリスタはセンタースクリーン、ライトスクリーン、レフトスクリーン、それぞれ別々に選べるんですね。で、メイク、他のゲームで、だいたい68度ぐらいのアングルで設定してたんで、ここ68って入れてたんですけど、もうそもそもね、これが間違いの始まりでしたね。これね、アングルはアングルなんですけど、フロムフォワードって書いてあるんですよね。なんで、逆なん、みたいなんですね、これ。正面のモニターから延長して何度起きてるかっていうのが、多分他のシムレースゲームはそういう角度でおそらくモニター設定するんですけど、これは
フロムフォワードって書いてあるから、おそらくなんですかね、正面のモニターに対して直角90度から何度戻るのかっていう意味だと思うんですね。なんでここを変えたら劇的に変わりました。で、どういう変え方したかっていうと、こんな感じだったかな。で、ベゼルのね、境もいらなかったんですよね。で、メイク右と左、実は角度変えてるんで、本来だったら両方一緒ってことはないんですよ。左ハンドルの車が多いんで、左側のドアが近くに見えるように、ちょっと左側のモニター、縦気味にしてるんですよね。で、まあ、こういう設定になります。これね、どういう意味かっていうと、まあ 3840×2160 のモニターがまあ3枚ですよと、まあ、これ 4K ですね。で、65インチなんで、幅がこれね、144センチ、で、高さが80センチの同じ大きさのモニターが3つと。で、ベゼルに対して、まあ、センターのスクリーンの右と左がまあどんだけ違いますかっていうところが設定入りますね。ああ、ここまだ変えてなかった。もうこれもね、もうゼロに戻して、うん、それがね、モニターの1個ずつ選べて、そしてこれはリスタートトゥースクリーンっていうのは、まあ、正面どのぐらい離れてますかとモニターからねの設定と、これはね、1メーター1004 1メーター4センチぐらいですね、本当ね。で、これが左右のそれぞれのアングルと、まあ、こういう設定をするようだったんですよね。で、ここのアングルをだからメイ君全くその68なんて入れると、うんと幅広に広がってるモニターですよっていう設定になってたみたいなんですよ。メイ君は大きいモニターでやってるんで、あと部屋も狭いんで、すごく閉じ気味に設定してるんですね。まあ、そこら辺がちょっと全然逆に設定しちゃってたんで、左右のモニターに車両が行くと間延びしてるっていう状況になってたようです。で、これね、同じ、走行シーンをもう一回リプレイで流してみたいと思います。で、ここら辺がね、境なんですけどね、もう明らかにぴったり行くようになってるんですよね。こっちがこの辺ですね。なんで、これでリプレイ動画を撮ると、その、隣の左右のモニターに行ったとしても、きちっと映りますよっていう、もうここ、ね、ここが境なんですね。ちゃんと普通の大きさの車両になってますよね。うん。ここも、ここで、ここが、ここら辺が境です、ちょうど。ね。全然違いますよね。あ、消えちゃった。ちょっと待ってくださいね。違うとこ押しちゃうとね、切り替わっちゃう。はい、まあこんな感じですね。もうちょっと今度右側にも映るような、ここのマウスの線から後ろが右側の列、あのモニターなんですね。もうさっきと全然違いますよね、大きさがね。ここがちょうどかぶってるところなんですけど、この車両の大きさもこの車両の大きさもちゃんと均等に映ってると。なんでアングルの設定が、まあ、これで正しいことが分かりますよね。ここですね、今境ね、ここちょっと微妙に、境が分かるような感じになってるんですけど、なんでここより後ろの車が、まあ、この辺の正面の車と同じような大きさで、この左側の車両がここですね、これもほぼほぼこの正面の大きさの車とほぼ一緒と。これとこれがね、同じ車両ですから、まあ同じような感覚になってますよね。うん。これがね、アングルをちゃんと正しく設定するとうまく映るようになりました。今までのね、メイ君の動画だと、そのリプレイの動画を撮影すると、左右のモニターがもう明らかにおかしかったんで、まあ、ここら辺はね、
修正できてすごく良かったなと。でちょっと今からね、手で持って別な動画で撮ってみますね。その方がよくわかると思うんで、ここら辺がちょうど境、これがね、あのベゼルフリーキットですね。うん、そうすると、ドライバーの視点の位置から見るとだいたいこんな感じに見えると。そうするとちょうど車両が同じような大きさでちゃんと映ってますよね。でこっち側の境はここですね。でドライバー視点でこう見ると間延びした感じにはなってないですよね。なんで、はい、じゃあ元の画面、設定アングルの設定的にはおそらくこれでいいのかなというところです。でこれでねリプレイの動画が、まあ、見やすくなるのと同時にもっといい副産物が現れました。じゃあちょっとねまた練習走行の画像に移ってみますね。もう一回スパですね。で、ドライブと。そうすると、さっきよりちょっと位置が前の時に比べて、まあ、左右のアングルが変わってるんで、こう車両のこの見え方も微妙に変わったんですね。で前の時はそのモニターとステアリングの位置関係を正しくしようと思うと、なんですかね、ピッチっていうのをそのつけて、メーターをこう起こす、上に持ち上げてくるような、ちょっと目線がなんですかね、まっすぐ前を見てるような設定じゃなかったんですよ。上から下へ見下ろすような設定になったんですね。そうすると結果として走りにくいっていうことが設定してみてよく分かりました。改善されたのかなと。だからもしも他のゲームと同じようなアングル調整をされてる方がもしもいたらちょっと直してみるといいのかなと。まあメイ君だけなのかもしれないですけどね、ちょっと他のゲームと同じ感覚で、まあ大して字も読まずに数字だけ入れて設定してたんで、まあこんなもんかななんて思ってやってたんですけど、まあそれは大きな間違いでしたね。まあこういうところはね、 VR でやればね、その視点の設定とかってもうオートで全部、オートでっていうかちゃんと決まったあれで表示されるから、そういう心配はないのかもしれないですけど、まあ3画面でやってる場合に限り、ちょっとこういうところは全部見直した方がいいのかなと。なんでもしかしたらこのゲーム以外もそういうアングルの付け方のゲームがあったらちょっと試してみようかなと。もっと他のシムレースゲームも走りやすくなるんじゃないかなと思いましたね。はい。まあでも他のはでもそんなに違和感ないから、うん、今のメイ君の設定で合ってるとは思うんですけどね。でこれちょっと別カメラで車内視点で撮ると、まあ、ここら辺がねちょうどベゼルフリーキットですね。これ右側でこちら左側のベゼルフリーキットの位置ですね。うん、なんでこういうドライバーズ視点で見ると、そのこれねスパの最後の試験員の飛び込みのところですね。ここがねやっぱりこうやって見ると、上から見るような形にするとこの曲がりたここら辺がすごく車幅車幅っていうかコース幅がすっごい狭く感じるんですよね。でもこういう視点でちゃんと正面を見据えて視点で設定するとこんなに幅があるんで、そうするとね2台でも3台でもね並んでいけんじゃねえかなっていう。これね左へ曲がりますよね。ここもすごく広く感じるんですね。うん、なんでそこが随分改善したかなと思います。まあ、それではね、別なコースでちょっとレースしてどのぐらい走りやすくなったか、
体験したいと思います。